皆さんおじゃタネメり第151回日照国検定2級に関する回答速報の追加版を開始いたします担当はレックの富田でございますどうぞよろしくお願いいたします はい、えー、ということでございましてですな、あのー、今回は、まあかなりイレギュラーなケースになりますが、あ先日実施されましたね、百五十一回の二級検定試験、まあいろいろね、えー、取りささ、取りざさ取りさ、取りざさたれている、まあいいや、取り、取りささたれている、取りささたれている。 こちらの試験について、えー、少しですね、あの追加版ということで、今回、回答速報ということで、えー、お話をさせていただこうというところになりました。まあ、今回の試験に関してはね、あのー、ご受験いただいた方、も言わずもかなでございますけれども、まあ、第3問の連結会計が、いろいろ議論を呼んでるというところがあります。でこちらのの試験に関して私も当日の回答速報で えー、大人げないぐらいいろんなことを言いましたが、あまあ、あ月曜日の段階ですか、あこの段階であの西尾さんの方から、ですね、えー、私もまあ結構な勢いで申し上げたあ、会計機関に関するご見解が出ました、でまあ、西尾さんの方もですね、えー、真摯に、えー、ご対応いただいているというところだと思うんですけれども、一定のご見解が出ましたし、 えー、やはり採点状況等々どうなるんだろうというふうにですね、えー、気をもんでらっしゃる受験生さんも多いようなので、まあ、あ一定の動きがあった以上はですね、えー、私どもの方でも、まあ、いっぱなしっちょんじゃあまりにも無責任なんで、えー、そこはですね、皆さん方に追加という形で、えー、お話をさせていただいたのがいいだろうということで、今回、えー、機会を頂戴した次第でございます。まあ、どうせお話をすするるののでであるならば、まあ、今後のですね えー、学習の進め方であったりとか、まあ、そういったところでも多少なりとも皆さん方にプラスになるようなことがねお話しできればいいかなということで、まあ、お時間はまた一応あの30分程度を目途というところでお話をさせていただこうというところになっておるんですが既、まあ、に多くの方々がですね、えー、ご覧になったと思います第3問まあ,あ私も結構な勢いで回答解説は言いましたが。 会計機関についての認識を、まあ、あどう思うというところをです、ねえー、西尾さんの方うが、まあ、ご見解として出されました、まあ、あのご見解に関しては、あまあ、正直言って私も、ですね会計機関の表現、まあ、それ自体がね、えー、あの問題の本質ではないんですけども、まあ、象徴的なものとして僕も散々パラ申し上げてしまったんですが。 まあ、ご見解を拝見する以上はですね、まあ、納得できるかっていったら正直微妙なところではありますけども理解はまあできたかなといいうふうに思います、ね、うだってできれば、あのー、お書きをいただく時にですねそういう配慮があるんであるならばあーこういう配慮でこういう設定にしてあるんだよってことを一文入れていただければまた違ったとは思うんですけどもおまあ作文された方の。 お意図というものがあちらのご見解で分かったのでまあ繰り返しますけど納得はあ正直しかねるところもありますがただもう理解はできますでその前提で申し上げるとお僕は問題としてねこれはもう成立してないとお間違ってるということを申し上げましたが。 えー、まあ会計機関に関する名文のルールがない以上はですね、えー、ああいった表現をするのは作文者の裁量といえば裁量です、えー、これは私どももですね、えー、西尾さんの方で、えー、ご見解をお出しになった後いろいろ検討いたしましたあまあ我々会計担当者だけではあ不足なので、えー、他の試験者の担当等々もお混ぜてですね、えー、少しお話はしましたあその上でですねまあ 結論的に最後はまあ僕の方でもね決めさせていただいたんですけどもあの僕が解説の中で申し上げた問題として間違っているという表現はこれはねあのご見解の下では不適切正しい表現ではなかったというふうに思いますんでまあその点に関してはですね訂正をして取り消しをさせていただくまあ問題としては一つ成立するという前提でまあ見ざるを得ないかなと。 おいうのがまあ結論でございます、えー、ただまあまあそのお会計機関の部分に関しましてはですね私はそこの部分をもってえ問題としてえ間違っているという表現をしましたがまあ当日の僕の判断としては当然そういう前提にしかなれなかったんですけどもまあ作文者のご意思え等々を知った今となってはですねちょっとやっぱり表現として。 えー、適切ではなかったのかなと僕自身は思いました、えーまあ直すことはないっていう意見もあったんですがただまあねあの僕は個人的に、まあ、作文もやらせてもらってる人間なんで、あのー、作文者の意図というものも聞けばね理解はできるんですよ。お理解はできますだから あその前提で考えると工藤、まあ、だけど会計官の表示に関する明文規定があるわけでも何でもないので、まあ、そういう配慮だということであれば僕がね、えー、問題自体が間違ったという表現をしたというのは結局僕の振り返れば今になってばですけども、まあ、適切ではなかったというふうに思いますんで、まあ、その点はですねあの素直に自分の非を認めてやっぱり謝らないと。 お構成をされた方々やあ運営に携わる方々の名誉の問題にも関わると僕は思うので、えー、言いっぱなしで逃げるっていうのはやっぱりちょっと気持ちもよくないしねそこはやっぱりフェアではないと思うので、えー、その点に関してはあ,あのおご見解に基づく問題という前提であれば、まあ、受け入れざるを得ないし、えー、私の表現はあ取り消しをさせていただくという形になります。えー、結局ね まあ何らかの救済措置があそこの部分に起因をして発動されるんじゃないかというふうにね、期待を持たせてしまったことにもなるかもしれないので、そういうことがあれば、ですねえ受験生さんには申し訳なかったというふうに、それが一番僕はあるんですけども、ただ、会計機関の表示部分についての可視は、問題としては成立しないだろうと、そごはたぶんに生まれます。 生まれますがただまあ歌手とまでは言えない問題として間違ってるとまでは言えないだろうというふうに最後は僕は判断しましたあ従いまして今回こういうご機会を頂い,いてですねお話をさせていただくまあ別に誰かにおもねるわけでもないし、えー、率直にそう思ったんでまあそこはねやっぱり、えー、公正等に関わった方々の名誉の問題がある、えー、それは あ、言いっぱなしで逃げるのは僕は良しと教えないので、えー、明確にしていくことがま必要だろうというふうに思いまして。まあ、今回こういうご機会をいただいたというところになります。ただ、あの内容部分に関して申し上げれば。まあ、結局あの会計期間のね。設定に関する部分っていうのは？ 問題を解くく上ででは別になくたって解けるんですよ解決感分かってますからね。うーんで解こうと思えば解けますけどもただまあ内容部分に関してあれが2級の範囲を大きく逸脱するものであるとお2級の問題として整合性妥当性があるかと言われれば僕はないそこの部分は全く変わらないーそこは誰に何と言われようともうこれは変えるつもりもないし変える必要もない。 ただあ、そういうことが分かった以上はね、あの問題設定の前提が分かった以上は、僕のご説明の中で、不適切な部分があれば、それは是正をしていかないとお、それは決してフェアではないはずなので、えー、そういう前提で,ですね、今回、ご機会をいただいたというところになります。ただままあいいいろんんなな、ね、思思があ受験生さにには終わりになると思います、まあ、私もおツイッターの方を、ね、少し まあんまりあのシステムがよくわからないんですけどやらせていただいてるんでえ多少やっぱり見解も見させてもらったしうちのスタッフもですねえご反応頂い,いた方々の反応というのは一通り全部見させていただいてスタッフの方から「ああこういう声がありますよ」というふうにえお話をねえ聞かせていただきました。まあ試試験験前前ににねうん学校の期末試験前に うー一生懸命勉強してやりくりしてくれた高校生の方であったりとかあ小さいお子さんを抱えてねそのお子さんがあ大きくなった時のことを考えて今どうちに手,をつけよう手に職をつけようと頑張っておられる若いお母さんであったりとかさらにはね終点職活動のために、ね、自分に何か武器が欲しいとういうことで、えー、一生懸命真摯に勉強に取り組んでくださった男性の方であったりとか。 まあ、いろんな方の、ねえー、ご反応というのがありました、まあ、僕も何とか力になれればなというふうに思いましたが、まあ、現実的にさまざまなルールなどをそうです、ね、照らし合わせた結果、まあ、その私が一つ申し上げた会計機関という部分についてそこに起因をする形で,です、ねえー、何らかの救済というのを求めるというのはおそらくは難しいと、ねえー、いう判断になりましたし、えー、そもそも論として まあ、そういう意図であるならば、まあ、当日私はそう思いましたけども問題として間違ってるという表現は結果としては妥当性に欠けるだろうというふうに思いましたあーですからまあそこの部分はねもう真摯に捉えて、えー、訂正しお詫びをしなきゃいけないというふうに思いましたんで同じ媒体でね、えー、お話をさせていただこうというところになった次第ですでただ繰り返しますけども内容として 出題論点として2級の問題としての妥当性整合性がないというのはあ一切変わりません、えー、そこは誰にどう聞いたって誰が何と言ったって、えー、それはおかしい、えー、おかしいことはおかしいと、ねえー、いうふうに申し上げるべきだと思いますし、えー、僕はああこの間の試験の段階でね えー、例えば今回結果が出なくても例えば第3問に引っ張られてしまうことによって大きく失ってもしまった回答手順がうまくいかなかったそれによって結果が伴わなかったそれは決してあなた方の、ね、実力がないということではないというふうに申し上げましたがその気持ちには全く微塵も変動はないー正確にというのかな適切に2級の努力をしてきた方々の努力というものまあ能力というものをですね 評価できるだけの問題にはなっていませんというのはああ未だに変わらない全く変わらないで今回の問題に関して言うとですね例えば第4問僕はこれは当日にも言いましたけどね第4問の部門別の問題なんていうのはあれいい問題なんですよああいう問題がいい問題って言うんですで変にねもう部門別イコール配付表を作成する問題だみたいなそういう定型的な勉強をしてしまえば当然ああいう問題は解けない でも部門物計算の目的意図というものをしっかり自分の中で紹介している方であれば解けますという形ですからああいうのが問題を作ってくださればいいんです。別に偉そうに言うつもりはないですけどもああいう問題であってほしいんですよ日照の検定試験っていうのは特に2級は。ああしっかりと努力をし内容の理解に努めてきた人であれば点数はちゃんと取れますっていう問題であってほしいんです。 まあ余談にはなりますけど、僕が実際に一級の勉強をしていた時今でもね、問題内容忘れませんよお。自分で一級の勉強をやってた時に、会計学という科目があってね、その中でね、タノール資産評価方法を変えると、まあ、商品の評価方法ですね、えー、平均をこ金先に変えるっていうのが大昔あったんです。で、その結果が、貸借対象にどう反映されるか、それを答えなさいっていう問題が出たことがある。まあ、口だけで言ってもなかなかイメージしづらいかもしれないですけど、その問題は僕間違えました。受験勉強やってる時に。 間違えたんだけどその時にですね模範解答の付き合わせ、ね、回答を先生に確認したりした時にですね「この問題すごいなと」と、ね。できなかったけどねできなかったけどそうかとそういうふうに対極的な観点でちゃんと物事を見なきゃいけないんだなと僕感動したのいまだに覚えてるんです。でそういう問題っていうのがずっと続いてるんですよ日照っていうのは。でね それは1級の問題だから2級は関係ないって言われるそれまでかもしれないですけどそういう論点なんか今2級で出したっていいわけじゃないですか。でそういうことをずっとおやりになってきた長い伝統のある日記書の検定試験で今回の3級ってのは全然意図が違う。ただただ面倒くさいだけただただ煩雑なだけただただ難易度が高いだけ応用的視点でね物事を見れるとかそういう問題ではないんですよ。 そういういいことはしてしてほくないんですでだからあえてね、まあ、きつめの表現にはなりましたあえてって言ったらあれですけども、まあ、当日は僕もですねちょっとあのカチンと来てたんでいろんなことは言いましたがでもどう考えてもあそこはやっぱり是正をしていただきたいただ僕の方でもね間違った表現をしたものは間違えましたというふうにあ認めて、まあ、そこはやっぱりね 取り消すべきは取り消さなきゃいけないと思うんで、今回、公益会をいただいたという次第です。えー、まあ、皆さん方がね、いろいろアクションを起こされてるというのもまあ聞きました。あーその気持ちも分かります。えー、分かりますけどもね、まあ、今回の事案については、一つ、西尾さんのご見解に基づく採点というのは、 まあ問題としてやはり成立をしてしまうと思うので、えー、その点に関して、まあ、間違いだからというのは、まあ、おそらく主張としては通らないでしょうとこれはやはりね期待を持たれてしまっている方々に僕は変に期待を持たせたままあ適当に放置するというのが あこういったね媒体を通じて皆さんにお話しさせていただくものの責任として妥当なのかどうかというところがあったんで、内部の方でもいろいろね、協議をした結果、改めて皆さんにその点はお話をさせていただいた方がいいだろうというところで、ですねえー機会を設けさせていただいたという次第でございます。今回のやっぱり第3問については、そういうね、傾向があるので、 まあ言うだけ言ってしまった後に開き直りで僕は何かを言うつもりは元頭ないですけどもやはりですねその日清の長い伝統の中でね作文される先生にはですねやっぱり日清の努力っていうものを正確にね評価するような問題っていうのはやっぱ作っていただきたいえ繰り返しになりますけど今回の第4問はいい問題なんです。で前回のね直接原価計算 CVP に関する問題なんかもすごいいい問題なんです。 ね、前回なんかも合格率は低かったですでも僕はあの問題見た時に何も言ってません否定的なことは言ってないそれは前回の問題は純粋に難しい難しいけども例えばその CVP 損益分岐点分析の問題なんかいい問題なんですよああいう視点でね2級の努力をしっかりと積み重ねていけば合格点数達するよと、ね、そういう問題を作ってくだされば い2級の受験生さんんやるんです今回だって私が見た限りですけどね多くの方々がい、まあ、2級の第3問は厳しかったと、ね、手が出なかったとでも冷静に考えた時に自分の基礎力他の問題で取れるところが取れてないそれは自分の努力が足んなかったんだ客観的にすな客観的にご自分の状況を判断して次に向けてしっかりそこを立て直す。 そのための努力をしていこうというふうにポジティブに言っておられる方々なんですそういう方々が日照の受験生さんにはいっぱいいるんですいいいっぱいいるんだからそういう人たちの努力っていうものを踏みにじるようなことはしていただきたくないみんな一生懸命やってますで彼らが決して日経の能力がないなないんて僕はもうと思えないで彼らは次の試験では多分結果を残してくれると思う。ね で結果を残してくれると思うしやれる人たちだと僕は信じてます信じてますんでどうかそれにね報いるような問題というものを作っていただきたいと、ね、変にテクニックに走る必要はやはりないです彼らが一生懸命やったものをちゃんと評価してあげる問題にしていただきたい第5問この間の CVP の問題前回の第4問の問題ああいう問題を作ってあげてくださいああいう問題を作ってあげれば 一生懸命やった子たちはやります。彼らはやります。それだけちゃんと向き合ってます。僕らの時代とは違う。まあ、自分を振り返ったって、僕らの時代の二級が簡単だった。まあ、よく言われますけど、簡単です。確かに今に比べれば簡単。でもね、あの、僕はあれわれで一つだったと、時代が変わったから、比較はできないけども、思ってて。やっぱりね、今みたいに会計が制度が複雑にな、わけではないですから、昔は。 なったら基本の部分をしっかりとお問いましょうという意味でルーチンの問題だったんだと思うでそれは良くない意味で言えば問題がパターン化してるという話だったのかもしれないけどもその中でもやっぱりちゃんと勉強して内容理解に努めてた受験生っていうのは僕は違うかもしれないけど周りにはいっぱいいたでそういった人たちがちゃんと報われる努力をしていればちゃんと受かる試験だったそうであってほしいんです2級は。 ね、だからまあこのお動画というのが皆さん方にね、まあ、ご覧いただく機会があってで、まあ、日商の関係者の方にご覧いただくかどうかは全く分かりません全く分かりませんがぜひそういった点はねご考慮ご検討をいただければありがたいみんな一生懸命やってる適当にやって受かろうなんて思ってない問題の形がいつもと違うからできませんなんてこと言ってない ちゃんと対応ししようとと努力してるちゃんと対応するだけの努力をしてるんだからその努力に報いるだけの問題にしてあげてほしい。どう考えてもこの間の問題は普通に努力をして一生懸命やったぐらいじゃ受かりませんよ。だってできないもんあの連結は。どう考えたって連結性算表全般的に作らなきゃいけない問題でねパートパートを拾うような努力を彼らはしてないんです。 やっぱり一番最初だから連結のいろはの意を勉強するために一生懸命やってるんですだからそういったところを問う問題にしていただければ僕はあ,あ何の問題もなかったと思うしだそういったところはねまあもしお聞き届けをいただけるんであるならばぜひご検討いただきたいしご考慮いただければありがたいねいうふうに思いますお子さんを寝かしつけてからね 限られた時間のの中で一生懸命勉強してるっていうお母さんの話もありましたね。それだけでも大変なことじゃないですか別にこれから先ね上の方上の方を進んでいこうとすればですよ当然それ以上の努力というものは必要になるしある意味まあ上位になってくれば一級であったりとかあ公認会計税理士というところまで行ってしまえばですよそれはある意味競争試験ですからテクニックの要素が多分に入っても僕は仕方がないと思う,思うけども。 ね、だからそれは問題を見極める目っていうのが必要だから問題を見極めるだけの基礎力を身につけたのかどうかというのは見極めなきゃいけないんで上位に行けば僕はそういう出し方はありだと思うんだけどもちょっとそういう意味では今回の第3問はやっぱりいかがなものかとは思います。そこの部分はやっぱり変えようがない えー、申し訳ないけどもこの間はいろいろカチンときてたのもあってですねです、えー、暴言に近いようなことも言いましたまあそこはもう私がもともとそういうような人間だから仕方がないんですけどもし、まあ、仕方がないだけじゃ済まないかもしれませんがそこはご容赦いただいてですねただやっぱり配慮は欲しかったです、ねで。いつもと違うことをされるんだったらばできれば一文入れていただくなり何なりしていただければですね あのやははり混乱は避けられたんだと思います僕はかといってねここがこうだからダメなんだ自分が言ったことを否定するつもりで言ってんじゃないです、えー、結果振り返ればああいうご見解が出た前提になれば僕は自分が言ったことが適切ではなかったというのは腹の心底を思ってます思ってるから今回こういう機会を頂いた頂い,い,いたんだけどもでもやっぱりそこは考慮していただきたいそこはそことしてね、えー、ご検討いただいてご考慮いただきたい でねえーまあ、そこの点がまず皆さん方にお伝えをしなきゃいけない点かなというところが僕あって、まあ、今回お時間をいただいたんですがせっかくご覧をいただいている方々、まあ、僕のツイッターの方でも、ねまあ、皆さんちょっとお返事をここにするということは難しいので、まあ、全体としてこういう機会をいただいたんですけども、あのー、ただね僕少しやっぱり安心したというかあほっとしたところもあるし心強いなと思ったところもあるし。 え感動したところでもあるけども先ほどの話じゃないけどね自分の弱いところをしっかり見つめて次につなげる努力をするという意思表示をしていただいた方が多数おいでになる多数おいでになるだったらばその方々に今後の勉強にね役に立つようなことを少しはやっぱりお話をした方がいいだろうというふうに思うのでせっかくの機会でございますから今回のお2級の問題について少しね 見直し題材として確認をしていただくにあたってのポイントを、まあ、追加でね、お話をできればなと思います。で、その時にですね、あのまず第1問の仕分けの問題なんですけども、まあ、今回、追徴法人税等、新たな論点入りました、で確かに見慣れない科目だったので、混乱はしたかもしれません、法人税等を使いたくなっちゃう気持ちはわかる、わかるんですけども、法人税等というのはやはりね、当期利益に課税された項目を費用として扱う、まあ、要は当年度が、 事業活動を営む上でさまざまな社会サービスの提供を受けてるわけですからでその登記利益を得るために社会サービスの消費をしたそれを登記費用として認識しようというのが要は法人税等なんですねでその前提からすると追徴分というのは登記の利益とは関係がないですね可年度における納税すべき金額を納税していなかったという話ですから登記の利益とはやはり対応はしないしたがってそこの部分については登記利益を得るための費用としての法人税等ではなくて 昨年度以前の利益獲得に貢献したものなのでやはりそこは別立ての科目で分けるべきであるとこういう観点から追徴法人税等別の科目を用いて処理をするというのが理屈になります、えー、したがって法人税と等、ねえー、これを使ってはいけない論拠というのを正確に見抜いた方あこれがですねやはり得点につながるとただこれは非常に難しい概念ではあるんだけども逆に言えば追徴という領域などが試験の中に含まれてくるようになった以上はそういう概念は持つべきだと いうふうに僕は思いますで、さらにはまあ、これは伝統論点と言えるかもしれませんけど少し煩雑でしたね、えー、説問5番目で出ました200%減率を消却率の計算からやらなきゃいけないよという類の問題ですただこの200%消却率の計算等を行ってくださいっていう内容はもう過去においても出題実績はあるしで使用してから一定年限使用したね使い始めてから一定年限使用した後に固定資産の売却を行うというのは まあ過去の本試験でも出題はされている形式のもの。したがってある意味古典です。で古典なんで計算対策を行う。すなわち問題回答を行うにあたってはですね、やはり状況を正確に把握するということが肝なんです。何年取得してから何年間にわたって減価償却が終了し、売却等の段階で累計額勘定等がいかなる状況になっているのかの推認、これを正確に行わなくてはいけません。 でそのためにはですねやはり手間を惜しんではいけない、えー、それなりのスパンを使ってからという前提があるわけですからましては今回200%手率ですから累計額の計算は煩雑になりますしっかりとやはりタイムテーブルを起こしてね状況把握をするということはやれるようにしたほうがいいこの固定資産の売却や除却というのはもうかつてから日商検定2級では問われている伝統論点ですやはりこういったところについてはですねえ タイムテーブル一つ書くのが面倒くさいという方時間の無駄だという方もいらっしゃるで書かなくてもできるという人はいるけどもやはりそこはねですかこれぐらいのスパンになってきたものでなおかつ定率法で累計額を出さなきゃいけないっていった時には1回図を書くべきです結局それの方が早かったりするし何よりも正確な計算を導出しなければ回答にならないわけだからそういった基本的な過程というのはやっぱり取ってほしかったなというふうに思います。 でこれは解き方の問題なので、えー、皆さんお一人お一人やり方っていうのはあると思うあると思うから僕が申し上げているタイムテーブルを起こしなさい、えー、この一つが全てではありません全てではありませんがもしね年数の数え間違いや累計額の計算間違いが生じていらっしゃる方がいらっしゃるんだったらばそこは一つ考慮した方がいいですよ。ねやっぱり固定資産売買、まあ、売買を頻繁に行う会社は当然ないでしょうけども おやはり有形固定資産というのはどの企業さんに行ったって使用するものだしそういう意味からすればねこういったものに関する適正な処理ができるっていうことはやっぱ大事な論点だからこういったところはねしっかりと見直しをしておけば今後絶対つながりますで第2問で出題された SS、まあ、株主資本と変動計算書に関しては、まあ、近年やはり2級の試験範囲に降りてきました純資産関連、まあ、正解の株主資本に関連する項目がある意味集約されている問題ですまあ これに関してはあまり問題もないかなというふうには思うんですけども逆に言うとですね皆さんにはあ今回取材されている論点だよねまず登記中の取引内容等々こういったものが正確に自分の中で仕分けとして把握ができてるかどうかあそれをまず第一義的にチェックはしていただきたい次の試験等を考えた場合2連チャンで SS っていうのはなかなかないとは思います ないとは思うけども株主法に関する処理論というのはある意味これはね2級に新たに導入された論点でもあるのでまあもともと含まれてた論点ですけど1級の論点がかなり降りてきてきますでそこはやはりね株主法関連を規制する会社法の規定というものは別に1級も2級も関係ないえ上場企業も中小企業も基本的なスタンスとしては同じなんですね当然中小企業の特例等はありますけども基本的には同じスタンスなんです。 そうなってくるとやっぱりベーシックなところこういったものっていうのはしっかりね対応できるようにしておくべきでしょうから、まあ、例えば今回剰余金の配当なんかはねその他資本上金と利益上金具体的には繰り越し利益上金の混合財源だったりしていますでその時にいかなる正確の準備金を積むべきかねこれは株主資本に関する払い込み資本と留保利益という源泉別分類の思考をしっかりと捉えなきゃいけない留保利益は留保利益稼ぎ出した儲けだよね で稼ぎ出した儲けの蓄積と株主等から拠出を受けた財産すなわち払いコミッションというのは根本的に性格が違うわけですからその属性の壁をままたぐよううな組み替えっていうのは基本的にできませんね政策的観点から利益の資本組み入れだけは認めてるそういったところも含めて何でそういうことをやってんのか、ねえー、そこをやっぱりしっかり理解できてるかどうかっていうのが今日の第二問だったと思うんで今回のねだらここら辺はやはやりね。 今回まず取材されている論点については、正確に仕分けが切れるというところまでは持っていっていただいた方,方がいいですよね。で、第3問に関しても、まあもう皆さん見たくもないかもしれないけど、せっかくだからね。申し上げるんであるならばまあ、内部取引高総裁。それから再建債務総裁ぐらいはですね。この問題を通じて見直しをしていただくことができればですよ。あのー、今後の試験にはまあ、連結等を考えても。 十分に役立つとは思います。まあすべてがすべてできるかって言ったら正直ちょっと難しいところはあります。例えば賃貸借物件、えー、これに関する減価消去の是正なんていうのはちょっと正直言ってもうレベルを超えてるんで、まあ売上高総裁であったりとかあ再建債務総裁、基本的な売り掛金買い掛金の総裁とかあるじゃないですか。でそういったところをまずしっかりとやる。えー、ないしはまあこれを見てね。 連結会計というのはもう図抜けた問題をやらなきゃいけないのかというふうにお感じになる方もいらっしゃるかもしれませんけどもそうではない。やはりいきなりここまでの問題をね土台としてやっていくっていうのは厳しいところもあるはずなのでやっぱり連結の対策としてはベーシックな基本の問題を固め直す、ねえー、しっかりやるべき一つ一つの仕分けというものを固め直すそれが次の試験等につながる話だと思うし。 えー、2級の方々がまず持つべき連結に関する、ね、知識だと思いますからそういう前提でこの問題の見直しをしていただければ僕はいいと思う。ね、いわゆる資本連結手続き始分けに属するような領域のところまでは少々厳しいかなっていう気もするしでダウンストリームーが前提にはなってますけども機種商品に関する密現利益調整等まではあそれは僕はいいと思いますよ。だから 基本的なね、この問題ではなくて、やはり基本的なあ連結の問題を通じてです、ね、基礎固めをやっていただくということが大事だと思う。で、第4問のお部門別個別は、まあ、補助部門の予定配布っていう、新論点が入ってますんで、まあ、そこの部分についてはかなり厳しいかなという気もするで、かなり厳しいかなという気もするけども、ただまあ、これはですね、 あのー、復讐題材として扱っていただくのは決して悪いものではないと思うのでそうだな、まずしっかりと大要網に関して得点源と考えていただかなきゃいけないよというところをあえて言うのであるならばあ問いの3番ぐらいまでは、まあ、確実にちょっと拾えるようにするとでさっきの話ではないですけどね 僕は基本的に当日の段階でも言ってますけどもこの第4問は文だと思ってますなぜ両門かそれは部門別っていうのはとかくですねあの表を作る問題だというふうに誤認しがちなんですね。作ができる 配布表が作れるイコール部門別ができるっていうことでは絶対ないんです。確かにあれはああ一つの計算過程が理解できてるかどうかを問うためには一つの問題としてありだと思います。だから僕は別に配布表ができなくていいって言ってんじゃない。で、あの思考というのはやっぱり頭の中に入れておかなきゃいけないけども、根本的にい第1集計だの第2集計だのという過程を置いながら部門別で何をやろうとしてんの？ね、何のためにそういうことやってんの？ いうことをやっぱり自分の中で前提として持つってことは必要だと思うんですよ。まあ究極的には二つ目的が多分あると思います。製造関節のより正確な配布計算を実現したり。さらに言うと、迅速なあ製造原価の算定なんかに役立つようにしたい。ね、まあもっといや三つ目になっちゃうけど、三つ目の話としては各文章のことにね。予定配布した金額と実際発生額を比較することによって再把握をし。時月日系の以降の原価改善データとして活用したい。 まあこういったところはやはり部門別の大きな目的になるわけですからそういったところを念頭に入れていただいてこういった問題を使っていただくとねえ僕は今後の部門別計算の問題っていうのも大きく回答スタンスっていうのは変わってくると思いますよ。で工藤だけども僕は第4問に関しては当日からいい問題だとは言っています言っていますですからこういった問題はしっかりとやはり皆さんにはクリアをしていただいた方のがいい それが今後、皆さん方の役に絶対立つと思うから。ねえー、で、第5問はね、東、ま、急、あ、別総合でございますが、まあ、積水批判分をやっていただく問題なんですけども、これはね、あのここ、近年の東級別の傾向を踏襲した問題でございますんで、まあ、皆さん方にしてみれば、あ落ち着いて問題に回答できたんだと思います。 まあただどうしてもね計算ミスも出やすいところではあるんでそこは慎重にしなきゃいけないですけどもおこういったものはまあ極めてベーシックな問題だと思うのでまあ逆に言えばしっかりできるようにはねしとかないといけないよっていうところはあるのかないうふうに思いますよ。 だから、まあ、今,日お今,日であ今回の2級の試験についてはもう当日からこれは申し上げてますけどやっぱり125ですよ 1, 2, でしっかり点数を取り切った上で3問4問はカバーを図る、まあ、そうなるとちょっと連結がいう状況であれば連結会計で点数を取れって言っても正直かなり厳しいはずなので、まあ、やはり第4問がね一つ勝負の分かれ目になったかなという気はしますよ。で直近 まあ皆さん方にお役立ていただける内容としてはやっぱりその3問以外の論点はあこれはやっぱり常につながる問題だと僕は思うのでまあそういう意味ではねえー見直し題材というふうに捉えていただいて確認をしていただければとまあいうふうに思います。で少しね今後のまあ皆さんの勉強にも役立たせていただければということでまあ問題の追加的な解説というのかな あ今後の活用趣旨ということはお話をさせていただいた次第でございますがまあそうだな本当に僕のところにもねどうにか第3問の救済措置をお願いすることができないのかっていうお尋ねご質問がですねいっぱいおされてますまあ僕もできることであればねそういったことが実現すると嬉しいなと思いますけどもただおそらく現状の まあ、ああいったご見解が出された前提で問題を精査するにはあ問題不備とまでは正直多分言えませんこれはあ私もそう判断したし他の者も判断をそうしました、えー、繰り返しますけど納得は正直しにくいと思うただ問題の手として問題の手として誤りとまではやはり言えない 一つ問題ととしししてては成立をまししまうと思います、ね、だそこはやはり理解をせざるを得ない、まあ、そうなると、まあ、繰り返しますけど私がね問題として間違ってますという表現をしたことはそれは不適切だと思うから取り消さざるを得ないと思いますんでその点はね申し訳ないけども取り消しをさせていただく、ね、ただ私が取り消すのはそこまでなので、えー、ぜひねまあこれを 作文者の方がご覧いいただくとは思えないし、まあ、見ていただいたところでまあ私のようなねええー、下船の人間が何を言ってもですねうんどうこうということはおそらくないとは思うんですけどもただねもしもし、えー、お,聞きお聞き届けいただくことがあればね、まあ、当然試験の先生だってわざとおみんなを落とそうと思って問題を作ってるんではないんだと思いますがあのー。 ただやはりですねもう少しベーシックな部分を問うような問題でもいいんじゃないですかということはこれは切にやっぱりお願いをしたいなと思いますよ。ね。で今回のまあ結果というものがねこれはもうこんなこと言っておきながら言うのもおこがましいというかあああれなのかもしれないけども。 うーんじゃあ2級の実力を正当に評価できる試験になってるのって言った時に僕はやっぱり疑義がありますそこはそこはやっぱり譲れないうーん申し訳ないけどもあの問題をしてですねいや2級の受験生はこれができなきゃいけないんだっていうのはやはり言い過ぎですもっと基礎力を彼らのね努力をちゃんと評価していただくような問題にしていただきたいいうのは まあ切に要望として申し上げさせていただきたいなというふうに思いますまあすでにね、あのー、これをご覧いただく受験生の多くの方々は次に向けて進まれてる方々も多いねえー、だからこそまあ,あ私の解説を通じてですね申し上げたこと補正すべきものは補正をしないといつまでも皆さんの足を引っ張ることになってしまうと思うのでえー、いうことで、まあ、今回こういう機会をいただいた次第です えー、繰り返しますが2級の受験生さんは、まあ、おそらく作文の先生が思われてる以上に真摯に向き合ってます一生懸命やってますだから彼らがねちゃんとやったことを評価してあげられるような問題にしてほしい、ねまあ、作文を僕もしますから分かりますが非常に問題作るのは難しいです ね、自分でこれでいいと思ったって、実際にはやりすぎだっていう時もあります。でありますけども、ただやっぱりね、本試験の問題なんだから、うん、あの一生懸命やってる人たちの目をつむようなことだけはしてほしくない。これで簿記が大嫌いになっちゃって、もう簿記なんかやりたくない若い人が思うかもしれない。ね、でもそうなってしまうと、それはね、今後会計という分野を担う優秀な人材が流出しまうことになる。 それででははやっぱり困るはずなんですよお一生懸命やってる子たちがやっぱり受かるような問題にはしていただかなくてはいけない、えー、僕は当日もこれ言いましたけどねまあ表現として妥当性に欠けるかもしれませんけども率直に申し上げますけどね、あのー、努力をしてない人まで受からせろなんて言ってないそんな必要は全くないそれは一生懸命やってる人たちに失礼んそんな必要はない だからそういいった人た人ちができない問題をお作りにまあこんなこと言うと語弊があるかもしれないけどでも僕はしょ率直にそう思う今回僕のツイッターを通してもねいろんな方のご反応をいただきました本当にみんな一生懸命やってるでも私はここが足りなかったんだと思うだからそこをしっかり立て直して次に挑むそういう人たちなんですよ。そういう人たちなんだからそういう人たちの努力が報われるような問題にしてあげてほしい。 ここからあと彼らが上に行った時にいろんな引っ掛けやいろんなテクニックを使わなきゃいけないような問題を出していただくのは大いに結構それはやはり一級なんだし税理士なんだし会計士なんだし、えー、そこでやっていただくのは全然構わない全然構わないけども今はまだ違う二級でそれをやってはいけないと僕は思うこれで高校生の子たちがもう簿記なんか嫌だなっちゃったら もしかしたら彼らはこのあと会計士になって大きく日本の経済に貢献してくれる優秀な人材になるのかもしれないその機会を失うようなことはしてはいけないと思うおそこはぜひね問題をお作りになる先生にはもし聞いていただけるんであるならばご考慮いただきたい今回の第3問の内容はやはりそういう意味からすると僕は妥当性に欠けると思う。 彼らの一生懸命やった努力をね適切に評価できるものにはなってないと思う問題を作るのは難しいのは分かってる分かってるんだけどそれでもあえて言うやっぱりやりすぎだ、ね、そこはやっぱ変えようがない僕も謝るべきところは謝ります言い過ぎたところは申し訳ないと思います変に受講生さんにね受験生さんたちに期待を持たせてしまったところがあればそれは私の責任だからそこは真摯に謝ります えー、でもやはり問題というものはしっかり努力をした人であれば解ける問題にしてあげてほしいテクニックは上に行ってから解えばいい僕はそう思う二級でそれをやってはいけないと思うもともと範囲が広がってるんだから勉強をこなすだけで大変なんだから基礎的なものが分かればそれでいいじゃないですかそうしてあげてほしい本当に思いますねっ。 えー、まあこのお僕の希望があもしねえー、耳に先生方の耳にですね、えー、届くことがあるならばもし少しでもね受け入れていただくことがあるならば次以降はどうかそういう観点を入れて問題を作り頂ければありがたいと所詮僕程度の人間ですから言うだけの人間ですよ。 ね、私がそんな立派な問題が作れるわけではないし人様のやったことをどうこう言うことはなかなか本来はできないでもやっぱり当日みんな泣いてたできなくて一生懸命やったのにあれはねやってない人は泣きゃしないですよ、ねまあ、そこはやっぱりちゃんと考えてほしい、ね、うんと思います。 ねえーまあ、今回はこういった結果になりましたけどね、まあ、でも僕はあ皆さん方が奮起してくださると意思表明もたくさんいただいたんで、えー、それに期待をしてね、次につながるようにしていただければありがたいなというふうに思います。はいということでね、まあ、今まではこういう機会はなかったんですけども、今回に関しては、まあ、いろいろね、えー、やはり。 えー、皆さん方思われるところもあるというところなので、えー、追加でねお話をさせていただくとそしてまあできればね、えー、僕が今問題のところでお話をさせていただいたところを次の試験に向けてね役立たせていただきたいいうふうに思いますんでね次は返しましょう皆さん今回は皆さん方も非常に悔しい思いをされたと思います。 次は勝ちましょう皆さん方はああ必ず次は勝てるんですからねいつも通りの今回の試験がどれぐらいの率になるか分かりませんまた前回前々回のように15%とか18%とかになるのかもしれないなっても6月の試験がもしそうなっても皆さんたちはその中に入れるんです入れますよ少なくとも僕が拝見させていただいた意思表示してくださった方々は入れますその気持ちがあれば絶対やれる 僕はそう信じてるだから決してねここまで頑張って、えー、勉強してきたものを投げ出さないでほしい。ね。次はそれが報われるように僕は期待をして、えー、作文のご先生方にですねお願いとさせていただきたいというふうに思います。はいまあまたちょっとよもやま話みたいなのが多くなっちゃったけどねまあまあでも皆さん方がそれだけ真摯にね勉強に取り組んでくださってるというのは。 こういった仕事をさせていただいている身としてはですね非常に嬉しいし本当に皆さんのことを僕は誇りに思います、えー、ぜひぜひねまあその悔しさをね次につなげていただければというふうに思いますんでまあこれを持ってですね今回の追加2級回答速報という形にさせていただければと思います。 えー、長い時間になりましたけどね、お付き合いいただきまして、ありがとうございましたあ。とりあえず、今回の追加解説講義については終了とさせていただきます。皆さんお付きき合いいいたただきままししてありがとうございました